エドワード・リアは、イギリスの画家、ナンセンス詩人。リメリック氏に滑稽な挿絵をつけた作品を発表し、ルイス・キャロルなどに影響を与えた。リアは、ロンドン郊外のホロウェイに、株式な加人の父のもと、21人兄弟の20番目の子供として生まれた。21歳年の離れた姉のアンに育てられたが、15歳の時に父親が破産したため、絵を学ぶために、 土定暴行に出た。19歳の時に、ロンドン動物園の依頼により、写生画をまとめたオームズフを出版する。彼の蝶類図は、ジョン・ジェームズ・オードボンなどとよく比較され、彼は終生このような写実的な画家として活動した。絵の技術を見込まれて、短期間、ビクトリア女王に絵の手ほどきをしたこともある。リアの蝶類図は、蝶類研究者であった。 ダービー伯爵家のスタンディー一の目に留まり、彼はノーズリーにあったダービー伯爵邸の施設動物園で動物画を描くことになった。1832年から1836年までの滞在中、彼は動物画を描く傍ら、当主の12代ダービー伯爵や、その孫たちに滑稽な絵を描いたり、その絵にお菓子なしをつけたりして楽しませた。1837年以後は、 精神的に不調となり、地中海地方、インドなど、国外を放浪した。1846年に、絵や詩をまとめた、ナンセンスの絵本を出版。これ以後も、画家として活動する傍ら、ナンセンス詩画集を執筆した。彼のナンセンス作品は、彼の存命中から広く読まれ、これによって、リメリックの死刑が、一般に知られるようになった。大変な愛病家で、 イタリア滞在中の晩年には、愛病をホスを、オス猫、ホスの輝かしき紋章と題した、風刺画のシリーズに描いた。そのホスが死んだ際には、本格的な葬式を取り行い、破壊まで建てたという。そして、ホスの死からわずか2ヶ月後、彼自身も亡くなった。ありがとうございます。